ハロー YouTube ということでございまして、今日は BMW の室内から、撮影をしております。ここはね、大分県の北部のあるエリアなんですけど、すがすがしい朝でね、気持ちいいですよね、こういう道はね。で、やっぱりこの車に乗ってるとちょっと楽しくなるところがあるんですけど、まあいつもいつも乗ってるからね、別に改めて言うことではないかもしれないんですけど、まあ最近めっきり少なくなってしまいました FR 車ということですね。まあ特に BMW は前後重量配分を50対50に極力近づけるという、まあこだわりのメーカーというのは皆さんよくご存知かと思うんですけど、まあその前後重量配分がどこまで効いてるかっていうのは、まあ素人にはなかなかわからない面もあるんですけど、まあやっぱりドライバーが車の中心部近くにいて、ドライバーを軸に車が右向いたり左向いたりしながらコーナーをクリアしていくというね、この非常にそのスピードが速いとかそういうことじゃなくて、その動き自体がすごく気持ちいいと言いますか、全くその想定の範囲に常に車の動きがね、想定の範囲に収まってくれるというところで、非常にその正確に運転できるというところが、まあ走行中の何とも言えない安心感といいますか、そういうものを生み出していると思うんですね。で、まあこの硬いボディシェルに囲まれている、もう現代的な車はね、もっともっと硬いようなんですけど、もう現代的な車にもうめっきり触れる機会があまりないので、まあ私にとってはこの車が今のところ最高ぐらいの感じなんですけど、まあとはいってもね、24、5年前の車ですから、なんか何言ってんだよってね思われる方もおられるかもしれませんけども、私はもうこの車で十分かなって思うことがあります。まあ安心感があればそのドライビングに集中できますし、そのドライブそのものの正確性とか安心感、これまた安心感の材料になっているというところで、安心感があると車を運転することだけを楽しめるというか、まあ、そういう側面があるんじゃないかなと思います。まあこれが日本の、まあ、代表的な高級車であるクラウン FR のですね、クラウンに変わるとどうなのかって思うんですけど、おそらくそんなに差はないと思うんですね。クラウンはあんまり乗ったことないんですけど、クラウンも同じようにきっと楽しいと思うし、BMW より多分はるかに快適じゃないかと思うんですね。ただまあそこそこ静かで、さっき言いましたようなその操縦安定性の要素がちゃんと含まれていて、まあ、普段のドライビングでも想定通りの動きをするような FR 車であれば、多分楽しみとしてはほとんど共通なのかなというふうに思うんですね。楽しさというのはあんまり差がないと思うんですね。だからやっぱり FR がもう本当クラウンさえも FR じゃなくなってるのかなと思うんですけど、まあボルボも FR を捨てたし、BMW ベンツなんかも背に腹は変えられないというところなのかもしれませんけど、あるいは FF 車の進化というところで、あまり FR 車と FF に FF の区別にこだわる必要はないというようなところで、まあ、FF でも十分高級感を演出できるし、操縦安定性だって問題ないよっていうところで、やっぱり自動車メーカーとしてはね、車を売ってなんぼでしょうから、まあ仕方ないのかなとは思うんですけど、まあ私としてはやはりそのベンツや BMW が
まあ、今でももちろん中核の車種は FR だと思いますけども、 FR にこだわり抜いていた時の方がやはり好きだなっていうふうに思いますね、メーカーとしてはですね。まあ、日本車の戦略、特にまあレクサスと比べてみますと、レクサスってFR 車しか出さないメーカーだろうと、まあ、勝手に思ってたんですけど、まあ、あっという間に FF ベースがこう増殖してきて、特に最近の SUV ブームでもう基本はもう FF 車がベースみたいなね、逆に FR のセダンはもう少数派みたいな、そんな世界になってきてるんじゃないかと思うんですけど、まあもちろん、レクサスの SUV は高級感があって高品質で静かで快適で、何の不足もないと思いますし、別に FR にこだわること自体がなんか鼻で笑われそうな気もするんですけど、やっぱり私的には FR にあくまでもこだわっていきたい、まあそんな気持ちがありますね。まあ全部を試乗したわけではないので、絶対的な差はどこまでなのかっていうのはね、本当に分かりませんし、乗り心地だってまあまあゴルフセブンとかにも時々乗るんですけど、まあ、タイヤ変えたらすごく乗り心地がいい車になったし、まあタイヤ次第というところも車は結構ありますんでね、まあ、逆に今のこの BMW はちょっと安いタイヤを履いてますので、空気圧をかなり下げてもね、ぴょこ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 小さな段差で少し跳ねる感覚があって、やや高級感を添えてるかなと思うんですけどね、まあ、相当低めの空気圧にしてもそんな現象が起きてるということで、基本的にやっぱりタイヤのサイドウォールなんかが、固め、まあ、いわゆる激安タイヤっていうのは、まあ、強度を確保するために、まあ、そういう作りになってるのかなと、そのサイドウォールの部分の柔軟性とか、まあ、いろんな路面に対する対応力というのがやはり一流メーカーに比べるとどうしても低かったりするのかななんてね、まあ、この BMW 車検があと1年半ぐらいになりました。で、まあ、1年半ぐらいはできれば車検がついてる間はね、乗り続けようかなと思いますけども、まあ、車検が切れる前にはアウディの方ですね、車検を取り直して、まあ、今度はまた FR ではなくて FF になっちゃうわけなんですけど、まあアウディはアウディでね、すごくいいところがいっぱいありますので、まあ、FF そのハンドリングとかそういうものはあんまり求めないというか、なんか静かで快適性が高くて、まあ、ちょっとスタイリッシュでというところがね、まあ、それからまあこの BMW に比べるとはるかに現代的な、まあ、約10年ぐらい後の車なので、まあ、はるかに現代的となってますけども、まあ、それでも今現行のモデルに比べるとですね、それはもう相当古い感じの、車の作りになってるか、装備とかね作りになってるかと思うんですけど、まあせっかく買ったんでね、乗らずになんか手放すとか、そういうのはやっぱちょっと無駄が多すぎるので、まあ年間減価償却で言って年間15万とか、少なくとも5、6年ですね、だからね60万ぐらいで買ってるので、まあ、5、6年はやっぱり使ってみて、それでやっと手放すぐらいにね、まあそれ、まあ、5、6年使ってしまえば、まあ、ただ同然で引き取られてもそんなに悔いはないですしね、めちゃくちゃ無駄なことをしたという感覚もないと思いますので、まあいよいよそれぐらいがですね、まあ、アウディを消費しきるところが、だからあと、BMW の車検と合わせますと5、6年後、5、6年後にはちょっとお金もある程度資金を貯めて、まあ現代的な車にね、乗れたらいいなというふうに思っています。多分フォードセダンを選ぶんじゃないかとは思うんですけども、まあ例外としてレクサス RC とかね、ああいうまあ高級感のあるクーペもいいなとは、まあ、思いますけどね。ちょっと最近はあまり BMW のクーペという気持ちにはね、ちょっとなかなか慣れてないところがあるんですけどね。
レクサス RC の方がいいような、なんとなくそんな気になっていますけども、まあ、あとは BRZ、86ですね、2400cc の方の86なんかもすごくいいとは思っています。まあ、かなりまあ、そこまで高級車ではないにしても、特別感がある車で、長きにわたってファンが多い、一定のファンがねずっと、続く車なのかなというふうに思いますし、まああと他の線としてはですね、フェルディ Z の、まあ現行型の1個前の方ぐらいですね、あの辺りは結構いいんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思っています。まあ、ただ燃費がすごく悪いので、まあ、本当に趣味としての使い方、まあ、その時はあれですね、まあ、ロードスターはちょっと考えないといけないかもしれませんけどね、だからまあ自分で我慢できるんであればロードスターとジムニーがしばらく続いて、もういよいよもう年貢の納め時という時に、もう一台だけにするときにひょっとしたらフェルディ Z みたいなね線もあるのかもしれませんけど、ちょっともうその時はかなり年齢がいってますので本当分かりませんけどもね、あとまあ10年20年車を楽しめたらいいのかなというふうにね思う、そんな状況でございます。私の個人的なくだらないヨタ話にまたまたお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。登録者数も少しずつですが、伸びております。本当に自己満足的な投稿が多くて大変恐縮なんですけども、もしよろしければチャンネル登録とかいいねボタンの方をよろしくお願いできないかなというふうに思います。それでは皆さん、今から秋でドライブはとても気持ちのいいシーズンになるかと思いますので、事故等には十分お気をつけつつ、カーライフ、素敵なカーライフをお楽しみください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ガレージアルビーノの趣味の部屋でした。それではさようなら。